皆さんこんにちは。木曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。岩スペシャルの時間が始まります。この放送は沖縄 FM 宜野湾からお送りしています。イエスキリストの愛を知る、共に分かち合う、福音放送です。福音、幸福の音と書きます。英語でグッドニュース、幸せの知らせ、この世に来られたイエスキリスト、イエス・キリストを私たちの人生を、魂を救う救い主として受け入れるなら、私たちの人生は素晴らしいものへと変えられます。一変します。神様の愛によって、私たちは本当に心の中から変えられて、人生がもう素晴らしいものを、本当に神様に祝福されたものへと変えられます。そして、ずっとずっとイエス・キリストが私たちと一緒に歩んでくださる素晴らしいものへと変わります。そんな約束が聖書にあります。聖書の中にこう書かれています。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。これはイエス・キリスト、神様が私たち人間に対しておっしゃった言葉です。私たちがどんな今状況の中、生活の中にあったとしても、悲しみや苦しみ、悩み、痛み、病、いろんなことの中にあって、本当に自分を信じられなかったり、自分を大事に思えなかったりしたとしても、神様は私たちを宝石のように愛してくださっています。そして私たちを幸せにしたい、本当に、神様の方に目を向けてくだされば、向けて、本当に私たちを幸せにしたいと思っていらっしゃいます。決して見放さない、神様、とっても私たちを愛してくださる神様、それがイエス・キリストです。私が自身もイエス・キリストを信じて、まだ11年ちょっとですけど、44歳でイエス・キリストを知りました。このお方を知ってから人生が変わりましたね。そんな神様の愛を共に分かち合う番組、岩スペシャルです。神様の目から私たちは特別な存在、愛された存在です。この放送を担当いたします、沖縄ゴスペルファミリーチャーチの宮地ひかるです。よろしくお願いいたします。さあ、今日は暖かいのかな、寒いのかな、よくわかんないような天気ですが、暖かかったですね、昼間はね。さあ、今日も1時間、イエス・キリストの、はい、イエス様の素晴らしさ、本当に、を共に、分かち合って、分け合っていきたいと思います。神の愛を分け合いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、いつもありがとうございます。こんばんは、まこさん。今日はね、この間岡山から帰ってきました山田報告っていう人の話をね、したいと思います。山田報告ご存知ですか。私のね、岡山の田舎の、幕末の頃の、学者、陽明学者、政治家だったんですけどね、百姓上がりですね。この人がとんでもない人でね、クリスチャンにも多大な影響を与えてます。教育家として本当に日本にものすごい影響を与えた人、そんな人がね、自分の田舎にいるとは思いませんでした。天空の城、備中松山城、あれに関わりまいりますね。その話を
りしたいと思います。岩スペシャル始まりました。この放送は今生放送で FM ギノワンで8時までお送りします。そしてあさって土曜日朝10時から FM 小座で収録でこの放送をお送りいたしますので、そちらも合わせてよろしくお願いします。さあ、今日ねちょっと舞い上がってますね。というのは一昨日まで、自分の、生まれ育った地元ですね、岡山県に、ちょっとね父がね亡くなって1年で一周忌っていう、これは仏教のね、私の父はクリスチャンじゃなかったので一周忌があって、自分は遺族ですから顔出してきました。それで、3、4日、先週の土曜日から行って 3,4 日行って、依存症の薬物の自助グループ NA って言いますけどね、なんかに、土曜日の夜は顔出したり、それも新鮮でしたが、岡山でね倉敷のね NA に行きましたけど、そういうのもあって、日曜日、一周忌の、法事があって、それから次の日、自分の田舎よりちょっと隣の市なんですがね、岡山県高梁市というところがあって、ここに今有名なお城ブームじゃないですか、今ね、お城ブーム、日本にはたくさんお城があって、沖縄はねこの間首里城が焼けちゃいましたけども、その中でとっても最近有名になったお城がこの岡山県高梁市にあります備中松山城。何が有名かっていうと、標高が一番高い標高430メートルの山の、もうこの岩山みたいな崖になってるところにですねお城が建ってるわけですね。そこに、月曜日行って登ってきました。8合目ぐらいまでは、山のところに車で行けるので、そこから歩いて、2、30分ですね。でもねこれ1回私小学校3年だと思うんですけど、2年か3年の時に1回登って行ってるんですよ、遠足で。でその時から数えてね、なんと48年ぶりに登りました。これね天空の城ってね言われてて、雲海がこう下に見えて、その上に お城が、山城ですね、ちっちゃいお城ですけど、山のてっぺんに、岩山の上にお城が建ってるっていうことで、今もう全国的に有名になって、もう僕行った時も結構たくさんの観光客登っていらっしゃいましたけど、登ってきました。と同時にこの備中松山城、板倉氏っていうね、譜代大名ですね、江戸時代は徳川の家来だった譜代大名の板倉氏という人の居城ですね。で幕末に板倉勝清という、この人は養子で入って、
このね、藩政改革を本当にもうちっちゃい藩ですけどね、わずか5万石でも実際には本当は1万何千石しかなかったんだけど、まあ、不代大名なので石高を高めに言って価格を上げてたんですよね。だからそのおかげで出費も多くて、10万両の借金があって、もうニッチもサッチもいかなかったんだけど、この人は、養子で18歳19歳から養子で入って、そして、立て直します。でその功績を認められて、江戸幕府の老中主座に上り詰めますね。老中主座っていうのは当時のその江戸時代徳川幕府の要するに総理大臣ですね、ちっちゃい藩からね総理大臣に抜擢されます。でこの地元、まあこの人は養子ですからね、おじいさんが官製の改革をやった松平定信、そしてそのじいさんですか、おじいさんがなんと八代将軍吉宗っていう、まあすごい血統ですね。まあそういう人が、まあ、ちっちゃい、まあ、自分の岡山、今高橋市ちっちゃいもう山あいのねちっちゃい町ですよ、そこの、わずか5万石で石高実際にはもうそんなにない、1万何千石しかないもう田舎のところにそんな血筋の人を養子でもらって、でこの18、19の時に来た時に教育係にされた人、した教育係に抜擢された人が、農民上がりの、山田報国っていう学者です、漢学者で、この人がまあ要はこの育てた板倉和清に抜擢されて藩政を開国するわけですね。まあ百姓上がりなので、まあだいぶ上役から恨まれて、侍からやって山田氏が、山田氏ですからね、山田氏ね、山田氏の百姓風情が、まあ学問を振りかざして何をするのかって言って揶揄されたり、まあ命がけだったみたいですね。まあ暗殺されてもおかしくない中で、わずか6、7年で10万両を返済し、まあ産業育成、もうあらゆる手を尽くして産業育成し、また学問を広めということで、藩政を立て直しますね。まあなんか高橋氏やまたこの子孫の方で、この山田報国のことを小説に書いたり、この人の思想を本にしたりしている方、また岡山のね僕の大好きな大ファンですけど、磯田道史っていうね歴史学者の方いますけどね、テレビとかよく出ます、この方がなんかが、まあ、NHK の大河ドラマの主人公にこの山田報国を推してたみたいですが、まあ、今回はね選ばれなかったということで、でも僕の勘だとね数年のうちに選ばれるんじゃないかなと思ってます。もうそれほどすごい方ですね。学者であり漢学者、まあ、最後その陽明学っていうね本当はやっちゃいけない学問を勉強して、でも非常に温厚でやったことはすごいんだけど革命家肌じゃなかったっていうね、だから目立たないですね、うん、まあ陽明学学んだ人っていうのは、大体殺されたりいろいろしてますね、まあ、あるいは革命的になって、まあ西郷隆盛とか、山田報国と一緒に、江戸の留学中に、佐藤一斉塾っていうところで学んだ時に、山田報国が塾頭をやるんですけど、その時に一緒に学んだのが佐久間象山とかね、まあ、佐久間象山なんかはまあ天才肌ですけどね、もうそういう人の中で全然引けを取らなかった人みたいですね。そして、まあ、しかも実践家として藩政を立て直し、そして教え子が総理大臣になり、総理大臣の秘書官になり、なんと一説によると徳川十五代将軍徳川吉宗が、大政奉還、もう天皇に江戸幕府の将軍の権限をもう移しますって、大政奉還の、その何ですかね、大政奉還のその、下書きを書いたのが、この山田報国と言われております。まあそうですね、秘書官
今の安倍首相の秘書官の、菅官房長官みたいな感じですかね。でそういうことをしてまた教育家として、中央政府に呼ばれたけれども大久保利通や西郷隆盛から財務省長官のような役職を壊れたけれども固辞して田舎で、最後は教育家としてものすごい人たくさん育ててますね。まあ、ちょっと信じられないですね、この人の影響力。そしてクリシャンにもすごい影響力を与えております。ちょっと今日はね、あの教育の力ということをね、ちょっとね感激しましたね。人に教えてこの感化するっていうね、でそれがまた人に伝わってその人がまたその次に感化していくっていうね、この山田報告っていう人を通して与えた影響力の凄さみたいなことをね、ちょっと今日は、まあ、この方クリスチャンじゃないんですがね、でもすごい、あの聖書に通ずるイエスの教えに通ずるようなものをこの人は陽明学の中から導き出して、しかも実践して人に教えてっていう、ね、イエスキリストもすごいあの教え人を育てた人ですね、うん、なのでちょっとね、ちょっと違うかもしれませんがね、あの本筋の、 あのキリスト教徒の話じゃないですが、まあ、ちょっと、聞いてください。さあ一曲聞いてください。今日はちょっと久々に最新の賛美歌聴いてもらいたいと思いますが、3曲行って1曲正解入れたいね、4曲行きたいと思うんでお急ぎなんですが、この曲は1曲目、これ全部ねジーザスビートボリューム3、新 AK マミヤのアルバムですね、天地逆転フューチャートニー聴いてください。ちょっともう今日は喋りたいこといっぱいありますんで、三段中トークで今日すいませんね、よろしくお願いいたします。週刊誌
はい、岩スペシャルお送りしております、私の、田舎、生まれ育った田舎の偉人、最近まで知りませんでしたが山田報告、方角の方に谷と書きますね、報告駅っていうのがですね、岡山県の岡山から、鳥取の米子まで抜けている伯備線っていう線があるんですけど、この中にですね報告駅っていうのがあるんですけど、もう全然この人の名前って知りませんでした。この山田報告のことを本当に、敬愛する人たちがいて、その地元に、報告が住んでたところに、駅ができた時に報告という駅をつける運動をして、そうらしいですね。あの日本の中でも珍しいそうです、人の名前が、つけられて。しばらくはずっとこの駅だけだったみたいですね、人の名前がつけられてる駅っていうのはね。そんだけすごい人なのに目立たないっていうね。割にあのね、激しい人が目立つわけですね。幕末明治維新にかけてね、倒幕派で言えば西郷隆盛とか、大久保利通とか、あるいは木戸孝允とか、いろんな途中で死んだ人、それから砂漠派だったら、勝海舟、新選組とかね、いるんですけど、この山田報告っていうのは何ですかね、革命家肌じゃないわけですね。やったことは本当に革命的なことをねして、影響力は凄まじい影響力を及ぼしたと思いますね。本当にいろんなところにね、この人が直接じゃなくて、その教えた人の通して、また例えばですね、この人が直接教えた三島忠秀という方がいて、この、備中松山藩の藩士ですね。でこの方は漢学者ですね。そして明治維新の時に二松学舎という、学校を作ります。今二松学舎大学ってなってますけどね、この学校を通して多くの人にこの三島忠秀は影響力を与えて、その中になんと今度1万円札になる渋沢栄一がいますね。渋沢栄一という人は銀行を作り、株式会社とかそういうものの、日本経済の基礎を作った方ですね。たくさん会社を作ってね、この人が唱えた道徳と経済は一緒だっていうね、道徳経済合一論というのがあって、これはこの三島忠秀の影響を受けて、考えたアイデアだそうですが、その三島忠秀にそのアイデアを授けたのが山田報告です。だから山田報告の思想がその弟子、直接の弟子の三島忠秀を通して渋沢栄一に伝わっているということですね。この陽明学者、禁止された陽明学を内緒で学んで、しかもこの人はですね、選んで教えたらしいですよ、陽明学は。ちょっと跳ね返りのね、あんまり革命肌的な人にはこの陽明学は教えなかったそうです。だから選んでこの人に教えても大丈夫かなっていう人にしか教えなかったそうですが、導き出した思想はですね、この間山田報告記念館にも聞きましたけど、額がかかっておりました。4文字で横にね書いたね、姿勢速達、難しいですね。姿勢速達、姿勢っていうのは誠に至ると書いて、真心のことだそうです。で速達っていうのはちょっと難しいですね。立身弁に速っていうのは、即因の情とかね、最近あんまり使いませんが、人を思いやる、人の悲しみとか痛みを感じる心のことを、即因の情って言いますけども、速達っていうのもそういうことだそうです。痛み悲しむ心、人の痛みとかそういうものを感じる心、だから真心を持って人の痛みとかそういうことを分かる心、思いやり、それが人間のすべてだっていうことをこの人は唱えて、それを実践して
自分の藩 の、財政を立て直した、思いやりだって言ってね、領民のために自分の私利私欲、立身出世とか野心とか全部捨てて、ただ公のために、そして思いやり、本当に哀れみの心で、やるんだっていうことで、それを実践した人だそうです。まあ、これは本当に聖書でいう敬天愛人、まあ、陽明学を学んだ西郷隆盛はこの敬天愛人っていう言葉をまたその陽明学の中から導き出しますね。天を敬い、人を愛する、うん、これはまあ聖書の言葉にも通じて、まあ、敬天愛人っていう言葉はもともと中国の秦の、前世紀というか一番こう栄え始めた時の後期帝が、その当時の北京にあった都にあったキリスト教教会に送った額に書いてあった言葉だそうですね。敬天愛人、うん、まあ、天を敬い、人を愛する、これはもうイエスの思想ですがね、マタイの福音書にありますね、これはいろいろ書いてありますが、マタイの福音書22節にこうありますね。先生、律法の中でどの戒めが重要、一番重要ですか。イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。これ敬天ですね。天の神を敬う、これが第一、これが重要な第一の戒めです。そして次、第二の戒めとして、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、うん、困っている人とか苦しんでいる人を自分を愛するように愛しなさい。思いやり、即位の情、そしてそれを実践しなさいということですね。これが第二の戒め。それと同じように、天を敬うのと、天の神様を愛するのと同じように、困っている人とか苦しんでいる人を愛し親切にしなさいということが同じように重要だと。この2つの戒めに律法と預言者全体がかかっている。聖書に書かれているのもこの2つの言葉にかかっているんだっていうふうにイエスは言いました。そしてイエス様はそれを実践して十字架にかかられましたけれども、はい、これを陽明学という学問の中から、まあ漢学、儒学の中から山田報国という人は導き出して、それを教え、まあさっきね、渋沢栄一がそのまあ教え子としては孫の代で、渋沢栄一、まあこの孫の代にね、吉田茂とか、犬養毅とかね、この二松学舎でね、出ますけど、なんとね、クリスチャンもね影響を与えてるんですね。まあこれすごいな。ちょっと、うん、これ一曲聴いてから、話を続けたいと思います。これも、ジーザスビートボリューム3から、これはヨハネ3章16節っていうのを英語で、まあ、言うんですが、ファーストジョン、3:16、フューチャートニー・ティム・カツ。
もうなんかね、最新の賛美歌ですが、言いたいことはね、自分の言いたいことはもうなんか言われてますね。神の愛の素晴らしさですが、しかし先ほどから話してます幕末の、まあ漢学者、教育者、そして、まあ、行政家であったこの山田報国っていう人がね、クリスチャンにどう絡むか、キリスト教にどう絡むかというとですね、まあ本当にひょんなことからですね、この人はですね、反政改革して、あの産業育成して、本当に、10万両という借金、大借金をね、こんな小さい藩で、それを本当に 6,7 年で返しちゃって黒字にしちゃうんですね。でその過程でですね、なんとニューヨークから軍艦じゃない、帆船を買うんですよ、西洋船ですね、海風丸、心よい風と書いて海風丸っていう船をね買って、この船に、この、特産物を乗せて大阪とかに運んだわけですね。その時に、なんとこの板倉市、備中松山藩の親戚、板倉氏の親戚筋が、今の群馬県上州ですね、上州の安中藩、ここに、分家があったそうです。でそこの藩士に新島城がいたんですね。新島城、同志社大学作ったんですけど、クリスチャンとして。この人はなんと、明治維新になる前に幕末に脱藩して密航するんですね。でその密この時になんと手助けしたのがどうも松山藩の人たちらしいんですが、文系筋ということで、この海風丸に乗って、まあ、あちこち日本を旅したらしいんですね。函館行ったりね。でその時に、あ、これ船に乗って行けるんじゃないかと思いついたらしいです。そしてなんと、この安中藩から脱藩して、アメリカに密航する道筋をつけたのが、松山の藩士、まあ、もちろんね、その時のだってトップにいたのが、山田報国ですから、知らないわけないわけですね。そしてこの人はね、まあ、20代の青年だった新島城はアメリカに10年ぐらいいたんですかね。で向こうで勉強してクリシャになり、そして明治維新になってから日本に帰ってきます。うん、そしてこの時の恩義を忘れなかった新島城は、この、まあ、高橋となった、まあ、松山藩も明治維新の後ですね、殿堂に行くわけですね、この高橋に。そしてその時に、10日ぐらいですか、殿堂した中で、12名でしたかね、救われるクリシャンになった人がいて、高橋教会というのを作ります。でそこにもう本当にクリスチャンの方だったらよく知ってる人がここからたくさん出ます。まあ、新島城にですね連れて行かれた、まあ、岡山出身じゃないですけど金森道友、この人は今自民党の政治家石破茂さんのひいじいさんですね。それから、この時に、まあ、高橋教会で育った人、まず福西茂子、この方は純正女学校っていうのを作るんですかね、裁縫学校。この人はなんと、この人が、子供の頃に、山田報国に勉強を習っています。でこの人を通して、山田報国の思想がクリシャンに伝わります。富岡光介、この人は北海道で、まあ本当に人生の誤った人たちを更生させる施設を作った人ですね。映画にもなっています、富岡光介。それから石井十二、この人は宮崎の人ですけども、日本で最初にこの孤児院を作って、まあ、これは倉敷でね、まあ、大原孫三郎とかも関係ありますが、石井十二、そして、山室軍平、旧西軍の日本司令官になった人、この人にも影響を福西茂子が与えます。まあ、つまり、山田報国の教えがこの教会を通して伝わるわけですね。でその一番最初に教会を作るきっかけになったのは新島城ですから、新島城をアメリカに密航させたのは山田報国ですから、なんだかすごいことになっておりますね。
だからこのその人を思いやるっていうことが一番なんだっていうことからその流れ出したその本当に愛っていうものがですね、人を通して教育を通して、人から人へ伝わっていく、本から伝わっていくんじゃなくて人から人へ伝わっていくっていう本当にこう珍しい例のような気がしますね、この山田報告っていう方ね。とてつもない人だなっていうことを知りました。すごいなと思います。さあまた聞いてください。これは聖歌ですね、歌いつつは今すいません、なんかミスばっかりしてますがちょっと舞い上がってますね。はい、歌いつつは今でした。途中で切れちゃいましたね、失礼しました。さあ本当にねこの人をこう思いやる力っていうものがどれだけなこの影響力を与えるかっていうのを私はちょっと、本当にまざまざと見て感動しましたがね、まさにでもイエス・キリストの教えがそのものの教えですね。そして実際、神は人となられた、人のとなった、人として生きたイエス・キリストを通して弟子たちにイエスの教えが、伝えられて、そしてそれがもう今2000年の時を経ましたけれども、今も人を感動させ人を感化しているということを思いますけれども、この山田報告、本当にこの方はクリスチャンじゃないけども、この人からまたクリスチャンじゃない、まあ渋沢栄一とかね、そういう人にも影響を与えてますし、またクリスチャンにも、本当に新島城や、多くの弟子たちを通してまたクリスチャンになって 人を通してクリスチャンにも日本の中でね影響を、大きな影響を与えてると思います。思いやりの力というかね、教育の力だと思いますね。本当にこの人は教育家としても一流の方だったんだなっていうふうにね、思いますけれども、まあね、多分ね数年先にこの人が大河ドラマになるんじゃないかな、の主人公になるんじゃないかなと思いますね。こういう方が本当に、まあね、日本もね借金だらけで、借金の先送り先送りにして大丈夫だ大丈夫だって言ってるんだけど、本当に大丈夫なのかどうか僕はあんまり詳しく分かりませんがね、
まあ、いい状態じゃないですね。あの返しきれない借金を背負っていて、るわけですね。どっかで立て直さなきゃいけないんだと思うんですけども、こういう方がね、ぜひ、知ってほしいと思いますね。あのどれぐらいの方ね知っていらっしゃいますかね。山田報告、多分僕も最近して知らない方多いかなと思うんですが、とてもとてつもない方ですね。はい、さあもう一曲これ聴けたらと思います。これも、ジーザスビートからですね、口泣いたから。はい、今スペシャルをお送りしております。さあ間もなくエンディングですけれども、この山田報告って方は73歳までね生きて、明治何年ぐらいですかね、10年近くで亡くなっておりますけれども、まああの幕末でねこの殿様の板倉勝清って方は、まあ当時の江戸幕府の
トップ、行政のトップですね、総理大臣で、将軍は慶喜はですね、もう早くにもう恭順して、静かに蟄居して、表舞台から隠れちゃったわけだけども、この総理大臣やってた板倉和清は途中で逃げるわけにはいかず、そのまま、江戸からどんどん、うん、なんていうんですかね、幕軍とともに、東北の方に行くんですけど、最後なんと函館の、五稜郭まで行くそうですね。でこれはまずいわけですね。もう岡山は長州とか近いですからね。お前んとこの殿様何やってんだってことでですね、お前らあれじゃないか、要するに天皇に逆らうのかみたいな形でね、ただじゃ置かないぞみたいなことになっちゃったんで、まずいっていうことでですね、山田報告は、藩士をですね、これどこのでしたかね、フランス船かロシア船に乗せて函館までやって、お金払ってで救出に行くそうです、殿様を、連れ戻しに、そして連れ戻して、もう本当に、いや、藩取り潰しに会わずに済んだっていうことでだそうですが、いやすごいですね、結構すごいことやってますね。しかも、言わせましたけど、この人は、の国民兵ですね、の先駆けです。農民兵を作って、これはいわゆる、長州の騎兵隊よりも早いっていうか、この騎兵隊とかですね、あとは、この、大村益次郎ですね、村田蔵六、これが長州の、平成改革のモデルにしたのが、なんとこの備中松山藩の山田報告のした、平成改革だそうですよ。いやとてつもない人だなと思いますが、さあいかがだったでしょうか。教育の力、まあクリスチャンじゃないけどね、関係ないですね、すごい人はすごい人ですね。うちの教会の牧師、近所牧師は良寛和尚を敬愛してて、もちろんイエス・キリスト、そして山室軍平も敬愛し、そして良寛和尚を敬愛して、良寛和尚はね、子供と遊んで子供に、ものすごく感化を与えた人ですけど、うちの近所牧師も70半ばですけど、子供たちと一緒に遊んで子供に、聖書を教えるのが上手ですね。教育の力っていうのをね、自分は本当種をまくっていうことのすごさをね、ちょっと山田報告から学びましたけれども、いかがでしょうか。そういうね、自分の利益とかね、出世とかそういうことじゃなくて、本当に人を思いやる心っていうものが、まさにね、経済も立て直し、国も立て直しっていうことにつながるっていうことをね、自分はその時に、ちょっと田舎で学びましたけども、今日本に必要な人、そして山田報告みたいな人をいきなり出すっていうのは難しいですけど、私たちはイエス・キリストを信じるならば、イエス・キリストを通してですね、力を得て、どんな人でもイエス・キリストの力、天の力を、御国の力を自由に使っていいっていう約束がありますからね、私たちは弱くても何でもできるっていうね、約束が聖書に書かれています。本当にね、ぜひイエス・キリストを通して、本当に人生を 新たにしてほしいなと思いますね。まあ本当に素晴らしい見本があります。そして魂を救い、人生を救います。イエス・キリストを知ってください。どうかこの1週間、イエス・キリストが本当に今聞いてらっしゃる方々のところに現れ、そして奇跡を見させてくださいますようにお祈りいたします。また来週お会いしたいと思います。もう本当にちょっと今日はマシンガントークでしたが、また来週お会いしたいと思います。それではまた来週、 God bless you。
はい、ツイズキャスをご覧の皆さんありがとうございました。また来週お会いしましょう。よろしくお願いいたします。それではさようなら。 God bless you。ああ、すみません。今日は